やるな。で、もう好きや、めっちゃ好きやね。今国広さんも本心で言ったんだね、やるなって。やっぱ裏ではお互い認め合ってるんだね。でも慣れ合いで近づきすぎていないから、お互いにもっと高め合えられるんだ。そこまで変わらないかな。空中で体勢立て直したな。オリンピックに出てみては。娯楽室来た。大栗からさんだ。何するんだろう。手まりで遊ぶのかな。腕立て伏せとか始めたらどうしよう。絵合わせ。え、このすけ分身できんの。これ大栗からさんが指さしてそこって言ってると思うとめちゃくちゃいいな。大栗からさん側のカメラワーク有料コンテンツ。刀というのならば持ち主にぶつけてみるのも悪くない。そうか、そうだよな、持ち主がいたからの刀だもんな。苦しいなこれ。だから大したことではないよ。これは安心しなって言ってあげてるんだな。ヤゲン君に庭をやってもらおうかな。任せとけ。男前だな、掛け声が熱すぎる。ちょっと申し訳ないな。こんなに気合い入れてくれてんのに、やってることを物拾ってるだけだからな。なんかもっと畑耕すとかやらしてあげた方がいいのかもしれない。ツイッターでどうやらヤゲンさんがニキと呼ばれているのをたくさん見かけてるので、理由はなんとなく今分かった気がする。熱い人なんだね。なわけねえよな。言葉も結構崩した言い方なんだね。ちょっと粗暴な兄貴っぽい口調なんだ。